レインボーブリッジは東京都の港区芝浦地区と台場地区を結ぶ吊り橋。1987年着工、1993年春工、同年8月26日開通。レインボーブリッジの名前は虹の橋という意味で一般公募により決められた愛称であり、正式名称は東京港連絡橋である。レインボーブリッジと台場地区千葉方面を呼び、 神奈川方面から都心へ向かう交通を分散させ、慢性的な渋滞の発生していた、箱崎ジャンクション、江戸橋ジャンクションや、首都高速1号羽田線の渋滞緩和とともに、開発の進められていた東京臨海副都心と、既存都心部を結ぶために建設された。橋梁としては、千葉浦川アプローチ部1465メートル。 釣り橋部918メートル台場川アプローチ部1367メートルが一体で建設されたが通常は釣り橋部からアンカレージ部の60メートルにを除いた釣り橋本体の798メートルをレインボーブリッジと称することが多い海とビル群の景色や夜景などの眺望が良好なことから週末のドライブコースとして人気がある 有明ジャンクション東付近のジャンクションの分岐点の看板はレインボーブリッジ方面の分岐が強調されている。芝浦埠頭のループ橋東京港第一航路をまたぐために中央桂馬町570メートル以上、桁下クリアランス50メートル以上を確保する必要があり、加えて羽田空港の制限表面にかかるため構造物、高さを 東京湾平均海面プラス150メートル以下としなければならない。一方で、両岸は埋め立て地で標高が低く、道路、新交通システムの縦断勾配の制約がある。以上の諸条件を勘案し、加えて景観の条件を勘案した結果、航路部は吊り橋とし、前後の高さを稼ぐための1キロメートルを超えるアプローチ部とすることとなった。特に臨行道路、 ゆりかもめの芝浦川アプローチは、ループ橋となっている。また、台場側のアプローチ部は、水深約10メートルの海中に、交換や板基礎を打ち込み、そこから橋脚を立ち上げる広法をとっている。釣り橋部は、福音29メートル、中央景観570メートル、主塔の高さ126メートル。ただし、主塔は、長大釣り橋に見られるようなトラス構造ではなく、 ラーメン構造となっている。首都の基礎と台場側のアンカレージは、ニューマチックケーソン工法で建設され、会場に建てられている。通行路は、瀬戸大橋や横浜ベイブリッジと同様、上下2層構造になっており、上層には、首都高速11号台場線、下層には、中央部に新交通システム、ゆりかもめが、その両側に、臨港道路海岸大見線が通る、 鉄道道路併用橋である。なお、上層の首都高は台場側アプローチ部分に台場で入り口が設けられている。釣り橋部とループ橋部,部レインボープロムナード仮想の両外側には歩道があり無料で歩いて渡ることができる。自転車については専用の貸し出し台車に乗せて手押しでの通行が可能である。詳しくはレインボープロムナードを参照。上層部が 有料の首都高速道路であるのに対して、下層部は無料で通行できる一般道路である。長望は上層部に比べ、ゆりかもめの軌道があるため進行方向右側の景色が見えず、左側も橋桁やフェンスがあるため、見通しが悪いなどをとっている。また、下層部には路線バスとして、お台場レインボーバス及びと A バスが走っている。 ただし、いずれも橋の途中に停留所はない。レインボーブリッジをくぐるアメリカ海軍の揚陸指揮官、ブルーリッジ設定当時、豪華クルーズ客船の象徴と言われていた、クイーンエリザベス2の通過、ハルミフ島への接岸を想定し、橋桁の高さは52メートルあるが、近くに羽田空港があり、高さ規制があったため、余裕を持たせた設計ができなかった。しかし完成後に、 クイーンエリザベス2がこの橋をくぐることは一度もなかった。近年はクルーズ客船の大型化が進み、水面よりの高さが60から70メートルに達するものも登場しており、世界有数の大型クルーズ客船の多くはレインボーブリッジをくぐることができない。このため、レインボーブリッジ以南の貨物用布団である品川布団や大井布団を利用するクルーズ客船もあった。 2020年、レインボーブリッジ以南の大見地区に大型クルーズ客船の発着に対応した東京国際クルーズターミナルが開業しており、晴海客船ターミナルは将来的に廃止が予定されている。年末年始限定で行われるスペシャルライトアップ日没後にはライトアップが行われるが2005年10月1日に首都高速道路公団が株式会社化される。 記念として9月30日の日没から翌日の日の出までの間、一よ限りのレインボーブリッジ二次色ライトアップが行われた。これは過去2000年と2001年の2回しか実施されておらず、貴重なものであったが、民営開校は2005年のクリスマスや2006年の年明けなど、年末年始を中心にしばしば行われている。2010年は12月3日から翌年に1月3日。 までの1ヶ月間実施された、また2013年8月24日から2013年9月1日までの日没から深夜0時の間にレインボーブリッジ開通20周年記念で虹色の特別ライトアップが実施されたほか、2013年9月2日から9月7日までの間はオリンピック東京招致祈願ライトアップが 2013年9月8日から2013年9月16日までの間は2020東京招致決定記念ライトアップが行われている。また10月1日のピンクリボン運動のピンク色特別ライトアップや11月14日の世界糖尿病デーの青色特別ライトアップなどの特別ライトアップが行われることがある。2020年5月25日からは 新型コロナウイルス感染症対策により、東京都庁とともに、日の入りから20時までは青色にライトアップし、20時から24時までは、アラートの発令状況により虹色もしくは赤色にライトアップされる。その後、都内でのコビ COVID-19 の新規感染者数が30人以上となった6月2日から、東京都が東京アラートを発動したことに伴い、東京都庁とともに、 23時から赤色にライトアップされた。その後、6月3日から6月10日までは20時から24時まで赤色にライトアップされていたが、6月11日に東京都が東京アラートを解除したことにより、同日23時から虹色のライトアップに戻り、6月19日の点灯をもってアラートによるライトアップを終了した。 2009年3月1日に2016年オリンピック、東京誘致活動の一環として、教場を閉鎖して、東京レインボーウォークが開催され、一般応募者、約2万人から抽選で選ばれた5000人が教場を往復した。ありがとうございます。